スコミ5枚どうもイエレン。今回も留学6ヶ月のリアルな感想について紹介したいと思います。突然ですが、僕は今までオーストラリア留学のリアルと言って悲惨な留学生活の実態を大量にさらしてきましたが、最近皆様からお前の不幸話はいいから普通に感想を教えてというお叱りをビシバシ受けたので、今回は僕自身の一クソ真面目に留学1年間のリアルな感想について紹介したいと思っておりまして、今回の動画ではまず留学初日から6ヶ月までのリアルを赤裸々にお話ししていきます。それでは行ってみよう。まず留学初日から1週間目ですが、とにかく日常生活が困難でしたね。例えば入国審査から英語聞き取らなくてしんどいし、交通手段のシステムは意味不明で、乗ったはいいけどどこで降りるかわからんから終点のどいなかまで行っちゃったり、あとスマホの SIM カードは絶対初日に契約しなきゃいけないのに、そもそも店までたどり着かなくて、道行く人に How can I get to? って言いまくって学生寮までたどり着くみたいな、もうとにかく1週間目は英語学習どころじゃなかったですね。でも2週間もするとある程度生活に適応してくるんですよ。英語を喋れないし、ただ生活するだけでも日本の50倍くらい疲れるみたいなことあるんですが、あ、海外生活ってこんな感じかって大枠がつかめていく感じですね。だから2週間の留学なんて意味ないっていう人いるけど、確かに英語は全然伸びない。ただ海外で生活するイメージは十分に湧くので、僕は結構行く価値あると思いますけどね。1ヶ月が経つとやっと趣味の生活が安定してきますね。生活必需品も大体揃って、フライパン買ってきて目玉焼き焼くくらいの余裕も出てきますね。ただ生活が落ち着いてふと気づくのが、あれ俺友達いなくない？って事実です。同じような仲間とか大学で同じクラスのやつとかいるんですけど、全員よっとも、ヘイ挨拶しかせん。で、あ、友達作らなって思って、ネイティブの方に頑張って入るんですけど、全然英語聞こえなくても、あ、イエスイエスイエスの聞こえなくてもパレード。おかげで英語のジョークもわからないから、みんながドカンって笑ってるところって笑えないけど、それも悔しいからみんなに合わせて愛想笑いするみたいな。もうそんなんばっか。それ以降英語話すとかだんだん遅れになってきて、ほんで英語も聞くのも嫌になって、しっかり部屋に引きこもりました。いや、留学前は俺だって引きこもりはくさって笑ってたけど、実際同じ状況になってみ、マジヤバいから。留学2ヶ月目になると少しずつ自分に自信がついてきます。ちなみにこの自信ってのは、英語が話せるようになってきた、やったってのじゃなくて、全然英語喋れないのになんだかんだ海外で生活できてる自分すんげえって思う自信です。相変わらず英語喋れないし聞こえないけど、普通に自己肯定上がってってなってたのがこの時期でしたね。留学3ヶ月目になると待望のブレイクスルー第一歩が到着します。これは僕がオーストラリア全国大学サッカー選手権に出場した時の話なんですが、僕のサッカーチームには日本人が僕一人と残りは全員オージーというガチガチのネイティブ環境で、本当に初日の飛行機の中でもう帰りたいって思ってたんですが、それでもトーナメントを勝ち進みにつれて、自分の中で英語って聞こえる聞こえないじゃなくて聞くもんなんだなと謎に悟りを開き、無我夢中でネイティブに食らいつきながら7日間の大会を生き抜いてメルボルンに帰ったら、あれ前より聞こえるようになったのこれとなったので、まあ大体3ヶ月くらいで耳は慣れてくるかなと個人的には思いましたね。あ、聞こえる。留学4ヶ月目はその勢いでスピーキングにブライスルーが到着しました。それまで文法とか単語の間違いを気にして、と、つまりつまりの英語になってたんですが、ある日、なんかバカバカしくなってきたな、これと思って。とにかく思いついた単語をなりふり構わず口に出すっていうのをしてみたら、意外と英語がポン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 出てきたんですよね。ほんで、よっしゃ、これ来たと思って嬉しくなって、仲良かったおじいさまにその勢いで報告したら、あ、待って、うるさい、うるさい、うるさい。お前、そんなキャラなんだっけと言われて、普通にへこみました。5ヶ月目はさっきの友達の言葉がすんごい引っかかって、ずっと部屋に引きこもってたの、記憶が全然ありません。ごめんなさい。留学6ヶ月目になると、大体日常生活は問題なくなって、家の水道が出なくなったり、郵便物が届かなかったり、トイレが流れないといったトラブルにも、あ、大丈夫っす。とスムーズに対応できるようになります。あとは、やっと普段留学というものが楽しくなってくるんですね。大体この頃になると、僕は一人で街に繰り出して、お気に入りのカフェでフラットホワイトというコーヒーを飲みながら、これ、海外なと黄昏れて家に帰るというような、留学初日では考えられなかった生活をしてましたね。ただ留学6ヶ月目の最大の問題点は、英語のモチベがなくなるってところです。ある程度英語を話せるようになって日常生活に問題はないし、友達も割とできて英語を話してても素直に楽しいと感じる一方で、あ、もうこれくらいでいいかと自分の英語力に満足しちゃうんですよね。僕自身自分も英語ペラペラやとクソ勘違いしてた時期がこの6ヶ月目だったんですが、そんなある日、僕が仲良かったビーターという友達が僕に恋愛相談をしてきたんですけど、まあビクターよく彼にはある好きな子がいて、でもその子にも好きな人がいて、あらゆるアプローチをしたけど振り向いてくれず、挙句の果てに彼女に攻撃的になってしまった、どうしようって話だったんですけど、僕その時に1ミリもアドバイスできなくて、いや、言いたいことはあるんですよ。俺も昔はとか、まだ希望あるとか、でもね、それを全然言葉にできないし、で、結局全然自分の思いが伝わらなくて、ビクターに、なんかごめん、お前に聞いた俺がバカだったよね、あれって最低だね、さようならみたいに火に油を注ぐの逆みたいな感じになっちゃって、リアルにこの時は結構僕までメンタルやられたんですけど、で、この時に僕は今まで挨拶だったり決まった状況の決まったフレーズといった表面的な英語しか話しなくて、こういった深い
話の中で自分の考え述べる英語力っていうのが全くないってことに気づいたんですよね。ほんでこのままじゃダメだなといって新しい英語勉強法を実践し始めたのが6ヶ月から12ヶ月なんですが、それを今回長すぎるので次に持ち越しまーす。ということでまとめるとこんな感じで、初日から6ヶ月のリアルな感想を赤裸々に述べてみました。続編も気になると思っていただいた方はぜひチャンネル登録して待っててください。ちなみに深い話が全くできず表面的で薄い英語しか喋れない状態のことを僕はこう呼んでいます。英語ペラペラ。